このコーナーはくじによってランダムにキャラクター、性格、お題、そしてリミットを選び、あらゆる無茶ぶりに対応していこうという勇気あるコーナーです。ゲップと咳が出ます。まだ引きずってんね。今回は、リミットの中に、なしというくじが、どういうこと？何？僕たちでリミットを決めていいよっていうことですか？待って、ごめん。こういうことは前もって打ち合わせで言おうや。そうだよ、てか今日、打ち合わせしてなくね。そうだよ、台本の打ち合わせしてねえよ。今日なんか情報これがありますしか言ってないだろう。そうだ、なんでいつもなんかさ打ち合わせしないとメール読ませませんみたいな。そうそうそう、大事なことがある。いつも何もない時にさするくせにさ、何時間俺らが決めていいよって。何それ、おならラムで飲めよ。罰ゲーム与えるぞ。そうだよ、罰ゲームだよ。はい、まあね、とにかくまあとりあえずやるか、そういうのもあるっつうことで、うん、やってみようか。はいね、というわけで、うん、まず最初にキャラクター、はい、今日本当になしがあるんですか？じゃあある今弦に入ってる、弦に入ってんだな、この状況で。なんでそういうことを俺らに内緒にするの？内緒にしてたんだ。どうした、どうしたらいいんだろうねこれ。まず俺のキャラクター、うん、ヒーロー、いいじゃん、バスケットみたいな感じでしょ。ダメだって、だから雰囲気がね、うん、あ、僕はミスティネームゆきえさん、あ、間違えた、ちゃん付け希望だからミスティネームゆけいちゃんからいただきました、うん、英語教師。この英語ってどういうことかな。まあまあそこら辺は、まあ、やっぱり喋れないけどね。U ターンクオリティだよね。悪質なものになる。さあそしてどうした、性格ゲラ過去お笑い情報って書いてある。ああ、面白いね。どうしよう、普通のなんかありそうですね。僕はミスティネームカオルさんからいただきました、暑苦しい。逆じゃん、やばいぞこれ。むずぎゃね。いやー、英語教師そんな暑苦しいイメージないよね。そうなんだね。よし、じゃあ続きましてお題、で特撮ごっこ。これヒロトン来たね。ごっこだけどね、どっちかが敵どっちかが味方で必殺技とかあるのかなっていう、まあ、このさスタッフのこのコメントいらねえんだけど。いらないよね、それ俺らで決めるわ。なんで足すんだよ。はい、はい、あ、リミットリミットなしっつうのがあるからな。し引いてくださいよ。どうしよう、あー残念、30秒。あーこれもう無理フラグだ。無理フラグ、無理フラグだね。うん、よし、はい、それではゲラ過去笑い情報のヒーローと暑苦しい英語教師による特撮ごっこ30秒でよーい、スタート！ Hello everyone！ 私は、この地球を、英語に満たすためにやってきたよ。なんだ貴様、世界の平和を守るためにやってきた。あの人全然すぐ言えねえ。世界の平和、What？ 世界の平和、Repeat！30秒ってそんな短いっけ。いやまあ、いや成功じゃないか今日の、ま、そう、あのね、まだ成功だったんじゃないかな。成功です、これはまだ成功ですよ。ちゃんと、うん、条件は満たしてた。いつも満たさないからさ。そうだね、まあ残念ながら、まあまあ、よかったおう、ゆうたもナイスだったよ。やっぱ、うん、あの出だしよかったと思う。本当に、ね、本当よかった。いやいや、やっぱヒロタンがいたから。いや、やっぱゆうたんのすまない。やっぱあの切り出し方やっぱすごい。はい、はい、じゃあまず、俺のキャラクター、うん、サプリメント。あ、物ですね。ちょっとこれ、番組中に声が枯れてきました。ね、熱狂しすぎてね。よし、はい、僕がミスティネームコメントさん、ということです。ミスティネームがコメントさん、ありがとうございます。すごい名前だな。右手、おわ、左手。何この、ミスティな感じは。どっちでもいいんだ。右手か左手どっちもじゃダメなのね。わかったよ、はい。どっちかなんだね。どっちか決めとけ、それコメント。拳が良かったじゃん。よし、じゃあ、性格。はい。チャラオ。チャラオのチャラオのサプリメント。僕は、喉越し。喉越しの右手か左手ってなんかすごい、なんか、ふわっとしてるわ、ほんと。で、お題は
もう不安だな。ありがとうございます、はい、ミスティーネームアケピさん、ありがとうございます。お見合い。そうですか。チャラ男の時点でもう、男は決まってますだよね。じゃあリミット、リミット1分。ああ、無駄。さあ行きますか。それじゃあ行きましょう。チャラ男のサプリメントと喉越しな右手か左手によるお見合い。お見合い1分。よーい、スタート。あ、どうも、はじめまして、ビートミン C。 あ、どうも、右手が左手です。ビートミン C です。どうも、右手から左、あ、まあ、ビタミン C つか、マルチビタミンつか、あ、いいですね、サプリメントです。いや、やっぱりね、ビタミン C、いいと思うよ、ほんと、いいと思う。ちょっと一つもらっていいですか。あ、いいよ、いいよ、右手、あ、やっぱ左手ね。あ、どっちかなんですよ。じゃあ、どっちでもいいよ。いや、バラバラです。イェーイ。うんうん。ビタミン健康だよ。風邪ひかない。いいね。あ、どうよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします、ね。私ですね、あ、俺、あなたのことすごい好き。5人家族なんです。5人家族。あ、いいよ、いいよ。全然。親指、人差し指、中指、全然好き好き。小指。結婚しよう。よし。うん、結婚しよう。しよう。結婚しよう。毎回もう、毎日カルシウムあげる。カルシウムとビタミン C と、まあ、その他いろんなミネラルもあげるわ。ミネラル。ミネラルいいでしょ。ミネラルいいですね。いいでしょ、ミネラル。ミネラルいいっす。ミネラルいいよ。これは無理だよ。これ、ちょっとやっちゃったぞ、これ。これやっちゃった。どう考えても。なんかね、もう、性別もよくわかんないよ。なんか、お互いに音がさ、チャラ音の残しって似てた。似てるよね。ちょっと俺もそう思ったんだけど。もう少しなんか俺やりようがあったのかもしれない。俺もなんかもうちょっと女性らしさ出さないと。そうだよ。さあ、ということでですね、最近不調ですが、そこに秀一の作品が生まれるこのコーナー、次回をお楽しみに。こんなキャラやってほしいとか、こんなお題がっていうのがですね、ありましたら、どんどん送ってください。はい、お願いします。お願いします。